ここは地震研究所1号館1階の海底地震実験室です。海底で地震を観測するための海底地震計を開発したり、開発のための整備を行う部屋です。日本周辺で起こる大きな地震は海底下で発生します。これらの地震の研究をするためには、地震のできるだけ近くで観測を行う必要があります。そこで海底地震計が必要になります。海底地震計は製品として売っていませんから、自分たちで部品を買ってきて組み立てる必要があります。また観測から帰ってきた海底地震計はデータを取り出すために分解し、その後の観測のために整備を行う必要があります。これらの一連の作業をこの部屋で行っています。また研究のために新しい海底地震計を開発することもあり、その開発に伴い各種の実験や試作後の製作なども行っています。自分は主に海底地震計や海底圧力計の組み立てや解体、そして海底地震計の中に入れるセンサーやロガーの試験等を担当しています。海底地震計は数百気圧の水圧がかかる過酷な環境下で、長い場合だと1年以上海底で地面振動の観測を行います。そのため海底地震計が安定して観測し、ちゃんと浮上して戻ってくるよう、小さな不具合も見落とさないように注意をしています。この部屋で整備している海底地震計は自由落下自己浮上式といいます。観測船から投下された海底地震計は自重で海底に達し、観測を開始します。観測終了後には観測船から音波を使って浮上命令を送ると浮上して海面に達します。地震研究所の海底地震計の特徴の一つは、1年以上の長期にわたって連続して海底で観測可能なことです。地震研究所で準備した海底地震計はトラックに積み込み、研究船に運び込みます。北は北海道、西は沖縄まで幅広い海域で地震の観測を行います。船から投下した海底地震計は音響通信装置を用いて観測開始や終了を指示することができます。観測開始から1から2年後、船の上から音響通信装置を用いて浮上を指示して回収します。2020年8月現在で70台近い海底地震計が海底で観測中です。その場所は南米チリ沖、北米メキシコ沖、そして東北沖と四国九州沖の海溝域です。海の表情は場所、天候、時間で大きく変わります。南方の海は透き通った美しい明るい青色ですが、北方の海は暗くてダークブルーまたはダークグリーンです。また時にはクジラが観測船に近寄ってきたこともありますし、イルカとの遭遇は日常茶飯事です。太平洋沖合で浮上した海底地震計の近くをマンボウが泳いでいたこともあります。見慣れないもので物珍しかったのでしょうか。